どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は活発な金星活動の証拠を発見かというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。金星の表面にはこれまでにコロナと呼ばれる環状地形が存在することが確認されています。この画像で言うとこの2つの環状の地形があるんですけど、それが当てはまります。これは何かというと、地下に存在するマントルが地上に上昇してきて、そのマントルの塊はマントルプルームっていう風に呼ぶんですけど、そちらが地殻を押し上げた結果として、こういった環状の地形が形成されるっていう風に考えられています。そのためかつての金星は、現在の地球のような活発な地質活動が起こっていた生きた惑星であったという風に考えられているんですね。ですが実際に火山活動が観測されたことはないので、現在の金星は地殻の深いところまで冷え切ってしまっていて、昔は活発だったけど今は地質活動が停止してしまっているっていう風に見られるのが一般的となっています。そんな中、メリーランド大学とスイス連邦工科大学の研究者たちは、金星は現在でも生きているかもしれないということを主張する研究結果をつい先日発表しました。今回行われた研究では、金星の地下で起こる活動から、そういったコロナ地形がどのように形成されるのかというのをシミュレートして、こういった地形が形成される過程をより詳細に見ることができるようになったそうです。その結果、現在金星表面で確認されている、100カ所以上のコロナ地形のうち、なんと37カ所が、最近でも地質活動が活発じゃないと実際に観測されているその形を説明できないといった地形だったそうです。で、この動画の中でも、赤い点と白い点があるんですけど、赤い点が、その点であるということです。つまりはこの赤い点37個については、現在でも金星が活発な地質活動を行っているという証拠になっているんですね。そして金星全体における赤い点の分布を見てみると、そのうちの多くが南半球に集中していて、帯状に分布しているということが見て取れます。この活動中の地形の分布を研究者たちは金星の火の輪というふうに呼んでいます。ただ一方で、今回シミュレートした地下のマントルプルームの動きは、計算能力の都合上地下数百キロメートル程度の範囲内が限界だったそうで、今後さらに深くまでその活動を遡っていったりとか、そして先日のコロナの分布ですね、金星の火の輪がなぜこういった分布で存在しているのかっていう謎についても、さらに掘り下げていくと言われてます。はい、ということで今回の動画は以上になります。すごいね、金星は今後も楽しみな天体なので、研究結果が楽しみですね。はい、この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙関係の最新ニュースや雑学といった動画を毎日投稿するので、宇宙に興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。 Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。